せいたしました。それでは続いての出演者ご紹介いたします。続きまして森川愛さんです。2000年に女性ユニットワンで定築エンターテインメントからメジャーデビューされた森川さん、現在は会社の社長をしながら作詞作曲執筆から映画制作まで幅広い才能を発揮されています。そして大の巨人ファンでもある森川さん、1曲目は8月31日に東京ドームで流れたというタイムマシーンを歌ってくださいます。それでは拍手でお迎えください。森川愛さんです。奇跡を起こそう。
いいですか。ほんでその前にもうちょっとあの手拍子できないね。かけていきましょうか。
Facebook の、 あの巨人ファンの皆さん の、 あのコミュニティとかあるんですけど、そこにね投下するんですよみんなってなってると思う。小学校1年生がまさかの持っていっちゃったみたいなみんなすっごい羨ましがると思うなよかったね来て本日、来てくださって本当にありがとうございます。皆様も本当にありがとうございます。それでは真面目に歌も歌うんですよ私先日、書いた新曲をですね歌いたいと思います。目の前にあることを片付けたら
らに会おうってだから今こうしてるんだ。それが一般的なストーリー、それが一般的なストーリー、それが一本的なストーリー。実はですね、曲を選ぶにあたって、一つ自分のハードルを上げたいと思ってまして、これね、みんなに伝えたいことがあるの。人生においてとても大切なこと、自分の夢を叶えたり目標を達成していくための潜在能力を引き出す方法なんですけど、自分のね、できる範囲の目標っていうのがあるじゃないですか。その目標を少し超えたところにね、目標設定したの。できるかな、できないかなみたいな。でも頑張ったらいけるのかもしれない、でもちょっと不安、自信がないっていう。それでもいいの、自分の目標を一個上にね持っていくので、それをやるよって、この上の目標でやるよ、行くよって周りのね、友達とか知り合いとかにみんなに、ね、言っちゃうんです、先にやるからって。そしたらね、周りの人がね、みんな応援してくれるの。あー、そんなすごいことやるの、頑張ってって、自分の今の能力じゃちょっとできないかもね、大丈夫、でも頑張ってって。そんでみんなが応援してくれた時にね、その応援する人たちのね、エネルギーとかパワーがエネルギー波としてね、世の中に流れを作ってくれて、試合の流れや自分の人生の運命をね、いい方向に変えてくれるんです。そういうわけで、本日ミニーリパートンのラビンニューという曲をカバーで歌います。私、これは歌手としてのハードルを超えたい、私が選曲しました。すごいキーが高いのよね、これサビのとこね。で、ここで私は皆さんにこの応援していただくパワーですね、味方につけて自分のハードルを超えていきたいと思いますので、ベースの草野くん、そのキーを1個上げてください。さあ、キーが上がりましたよ。歌えたら拍手してください。そんで、歌えなかったら笑って。それでいいと思う、人生。Love me, you is crazy 'cause of your beauty.
い、12月の24日、クリスマスイブもみんなここに来たらもっと楽しいことやろうと思います。どうもありがとう。